はい、皆さんこんにちは。本日は先ほど朝です。朝ですね、途中まで撮ったんですけど電池がなくなって切れてしまいましてね、夕方の様子とね、午後の様子とちょっとその続きというかね、できるだけ手短にちょっとお話しさせてください。本日は改めてね、平成30年2018年のですね、12月の今日20日ですね。もう20日です。今年もあと残るところもう11日しかないですね。今日は木曜日ですね。木曜日の、夕方午後なんですけども、今日もちょっとね、日程変わりまして、まだ家にいるんですけども、明日出かけるんですが、今日ちょっと家にいますけどね。まずですね、まあ続きなんですけど、空の様子ね、ご覧の通りなんですよ。で、朝はですね、朝、途中、道の上から撮った時にはですね、形のはっきりした形でね、その煙取れる雲がいろんなタイプの洗濯板タイプとかですね、ポンポンタイプとかですね、巻かれたばかりのラインとかね、まあ、いっぱい賑やかに朝撒き散らかされていたんですけども、それがね、午後になるとね、このようにね、まあ、まだラインとかはっきりしてるのも見えますけども、まあ、簡単に言うとバルサン状態ですね、バルサン状態。今日風がなくて非常に暖かいんですよね。暖かくて風がなくてですね、で日差しはこのどんよりした太陽が見えるんですけど、つまりね、空全体白くなりました。真っ白ですね、ほとんどね。まあ、よく見ると、まあ、煙取れる雲ですけどね。まあ、このような状態なんです。だから、まあそうですね、朝のうちに、夜中から朝にかけていっぱい巻かれてね、それが、まあ、ずっと拡散して、空全体に広がって、空気全体に大気に、ね、広がって、我々が浴びて吸うという、そういう、メカニズムが分かります。まあ、空についてはそういうことです。で、今日もですね、コメントというか、皆さんそれぞれアップロードね、ありがとうございます。皆さんそれぞれ頑張ってね、精力的に、静岡の石川社長もですね、たくさんアップロードしてくれてですね、結構大事な話もありましたしね、皆さんもぜひ見てくださいね。からチャンネルミコさんがまたね、力作でですね、タイムラプスを用いたですね、動画なんですけど、これもぜひ見てください。で、すみません、チャンネルミコさんは、私はチャンネルミコさんと言ってましたけど、本当は、どうなんですか、ミコチャンネルなんですか、どっちが正しいんですかね。なんか順番がね、名前が変わっちゃってるのかもしれませんけど、後で正しい読み方をね、教えてくださいね。で、その、チャンネルミコさんもね、タイムラプスで非常に気合の入った動画を作ってくれたんで、ぜひ見てくださいね。うなちんさんがまたね、うなちんさんがもう煙取れるスペシャルの、第3弾でしたっけね。これもまた引き続きですね、男の視線という形ですね、男からのちゃんとしたその理論的なね、見方でね、訴える力を持って作ってくださってますのでね、これも見てくださいね。それから、ジーオリブさんも、いつもの通りですね、映してくれてましてね、まあ、女性ですけども、やっぱりその、なんですかね、心に秘めた、なんですかね、憤りというかね、まあ、感じますけどもね、まあ、その気持ちは、皆さん同じですね。から、先ほどね、アノニマス勢揃いさんもね、都内かな?どっちだっけ?あ、都内の人ね、大田区のね、空の様子を映してくれましてね。まあ、こちらも同じようなもんですね。まあ、その各地からね、アップロードしてくださってどうもありがとうございます。また引き続き頑張りましょう。で、まずちょっとその一つ目今日お話ししたいことは、先ほども続きなんですけど、昨日ね、新しくメンバーになってくださった、滋賀県のですね、ケムトレル日記さんがですね、さっきも申し上げました通りですね、早速、コメントをくださったんですけども、ぜひ皆さんも読んでほしいんですよね。その長年そのほとんど多分、基本的にはお一人でやられてきたんだと思うんですけどね、その長年やってこられた重みとかですね、気持ちとかね、どんな気持ちされていたとかね、まあ、痛いほどよくわかるんですけどね、ぜひぜひご覧ください。で、これからね、いろいろと、さっき昨日も申し上げた通りですね、我々が知らないこととかたくさん教えてもらえるんじゃないかなと思うんでね、ぜひ仲良くして、一緒にやっていってくださいね。やっぱり思いますけどもね、一人だけでやってるとですね、
どうしても煮詰まってしまったりね、もう時々落ち込んだりするんですけどね、そういう時ね、やっぱり同じ気持ちを持った仲間がね、こうやっているってことは、とても助かりますし、ありがたいですね。心強いですよね。だから、頑張ってやっていきましょうね。で、それで、最後、あともう一つね、そのさっきの続きの話の続きなんですけども、できるだけ手短に、一応途中で終わっちゃダメなんで、最後までちょっと話をしたいんですけども、よかったら、まあ、聞いてほしいんですけどね。なんでね、なんでケムトレイルがね、何の目的で行われてるかってことについて、まあ、いろいろな説がね、気象コントロールとか、農業に対するいろんな影響とかですね、まあ、人間に対してもね、いろんな影響、アレルギーとかいろんなね、ことがあるんですけども、まあ、結局のところね、結局のところ、まあ、さっきも申しました通りね、私の場合、個人的ですね。個人的に今、どういうふうに思ってるかというと、やっぱり結局のところ、人口削減に結びついてしまうという感じですよね。まあ、いろんなことがありますけどね。いろんな影響とかいろんな作用があるんでしょうけども、結局のところ、人口削減につながってるのかなという気がしております。気象をコントロールしたりとかね、それから農業でね、いろんな土地とか農作物にいろんな影響を与えてるんでしょうけども、結局それを食べる作物を食べる人間に働いてくるわけですからね。だからまあ、アレルギーとかね、あるいはウイルス、インフルエンザのウイルスとかね、結局、人間にかかってくるわけですし、で、結局その長期的にね、長期的にその人間のね、遺伝子に対してね、いろいろと作用をね、じわじわと、影響を与えるという、そういう意図でね、やってるんじゃないかなという、まあ、気がしております。あくまでも、今、現段階での個人的な見解です。で、人口削減ですね。で、それがね、物理的というか、実際ね、物質的にね、化学物質を通してですね、行われてるんですけども、まあ、それだけではなくてね、まあ、この話、さっきの話に戻りますけども、世の中の風潮というかね、一般的な流れとしてね、やっぱり皆さん、それぞれ結構ね、結婚すればいいのにっていう年になってもですね、一人でいらっしゃる方が男とも、ね、男性でも女性でも結構いるようですしね、多いような感じもするし、マスコミで言われてるのもね、結局は晩婚化というかね、結婚させないとかね、子供を産ませないとかね、そういう方向に持ってってるような気がします。だから世の中のね、社会状況というか社会情勢もですね、まあ、経済的にもとても厳しい状況があるんですけども、結局結婚してね、子供を育ててっていうのことがね、困難な状況になってきてるんで、やっぱりどうしても、なかなかそこに踏み切れないっていう状況になってると思うんですよね。で、結局、いろんな、化学物質を通しても、それからいろんな社会情勢を通しても、それからマスメディアを通してもですね、結局日本人にね、子供を産ませない、子孫を残させない、人口削減させたいね、日本民族をできれば、亡き者にしてしまいたいというね、それはちょっと言い過ぎかも、どうなのか分かりませんけどね、まあ、そのようなね、意図が働いてると私は個人的にはね、思ってます、はっきりと。なので、やっぱりそれを私なんかはそう思うんですけど、ぜひね、皆さんもね、なんていうんですかね、チャンスはいろいろあるわけですしね、やっぱりそういう社会情勢でもありますしね、できるだけね、いろいろ男性も女性もね、ちゃんといい相手をね、ふさわしい相手を見つけてですね、ちゃんと子孫を残してですね、ちゃんと立派に育てるという、そういうね、もともとの基本的な営みっていうんですかね、そこを頑張ってね、やっていくのがいいと思いますよ。いいんじゃないかなと思います。そうしないとね、日本民族がね、危ないと思います。はい。自分の場合はどうかっていうとですね、別に聞かれてないから言わなくてもいいかもしれませんけど、一応ね、最低限の義務は果たしたのかな。まあ、子孫はね、いるんですけども、でも、何人いてもいいですしね、やっぱり自分の遺伝子はできるだけ世の中に残しておきたいという気持ちもありますから、今でもね、チャンスはあればと思っている気持ちはありますのでね、まあ、ふさわしい人がいればということはね、まあ、これを個人的に、まあ、考えておりますけども、まあ、自分のことはどうでもいいんですけどね、皆さんね、それぞれ、
自分のことを限定しないでね、限定しないで可能性を狭めないでね、広くその可能性を広げてですね、頑張っていきましょうよ。まあ、だいぶ話は脱線してしまってすいませんでしたけども、そういうことでですね、状況は深刻ですよね。キャピトル日記さんがおっしゃってるようにですね、その状況は深刻ですよ。非常にもう長期的な計画でね、じわじわとね、以前はその週に1回とか週2回とかね、あるいは週末だけだったのがね、今、全国毎日でしょ？日本全国毎日毎日やってるでしょ？で、それもキャピトルっていうね、そのオペレーションがね、綿密にしっかりと行われてるわけですよね。だから状況は深刻なんで、みんなで訴えていきましょう。ちゃんとみんなで見てるよってね、ちゃんと観察してるよ、ちゃんといつも目を光らせてるってことね、それでもうバレてるよってことをね、どんどん訴えて、そういう人を増やしてね、もう日本全国みんなでね、監視しちゃうという、こちらでみんなでね、そのケムテルのことを監視してますよっていうね、そういう状況に持っていきましょう。で、ユーモアを持ってね、ユーモアを持って、時々なんかホッとするような動画も見ながらね、頑張っていきましょう。ということです。また長い話をしてすみませんでした。以上です。